ゆるんでら。しかしね、相変わらず世界観の違いがやばいね。中二のゴンゲのゼロとジョセフとキュアピースが木の剣を振るって夜を頑張って、これ今夜は明けてるのかな。家をおもむろに飛び出していくと夜は明けてるのかしら。これ大丈夫、これ戸締まりしなくて大丈夫戸締まりをして右側の方に行くよ。雪原があると、あ、松明もね置いてってくれますけども、ありがたいですね。松明があると、おっと、あぶれノンプレイヤーキャラを無差別に倒していきたくなる。おっと、いきなりこれロマンの広がる洞窟が広まってますが、そう、まあ洞窟は洞窟ということで、ちょっとこれまたちょっとね、洞窟があるということで、洞窟探検はまたちょっと後日にしましょうかね。とりあえず行ける範囲で上に行きたい。あ、なんとか上に行ける気もありますね。飛んで、相手アンブレラスライムでは4回ぐらい攻撃力があったら死ぬ。危ない、ちょっと待って危ない、この位置が悪いな戦う位置が悪いね。はい、すぐシカトしていきたいと思います。アンブレラ、会いたいよ。この油断をするとアイススライムでも死ねるからね。こちらの木もね、後々回収していきたいけど、これ曇りというか嵐だから今暗いのかな。あと1回ぐらい食らったら死ぬんですけどね。なんだこれ、キャベツかな、凍ったキャベツかな。これ相手、あ、これ敵なんだこれ敵なの。これお魚飛んで襲いかかってくるんだけど、普通のお魚なんですけどね。はい、ちょっと慎重にね、死ぬとあのさっきのところに戻されちゃうので、絶対に死ぬわけにはいかないんですよ。絶対に死ねない戦いがそこにはある。なので探索しつつね、ちょっと今キュアピースさんが死んでしまったんですが、キュアピースは待とうか。何の音だ今、何がガーガー言ってる、何気にこれ夜明けていたんだね。これ嵐ゆえにアイススライムにやられた。あ、みんな揃って死にましたけども、夜じゃないけどこの難易度やばいんじゃないのか ちょっとめげずに右に行けるだけ行ってみましょう。このトビウオは敵なんですね。トビウオ普通に敵なんだね、これ。強いのね。この世界観では鳥のように飛び魚が舞っている世界観なのね。鳥のように舞っているよ、これ。まあまあ、飛び魚だったらね、まあ現実世界でもそんなに、まあ飛んでたらびっくりするわ。現実世界で夜道で襲われてもそんなにじゃないけど、で5回飛び魚に体当たりされたら死ぬってのはちょっと怖いかもしれない。はい、シカトします。シカトしますまで。まだ我々は弱いんで、シカトしていきたい、極力。あ、いいね。こう上から振り下ろすシステムの剣のおかげで、ジャンプしてきても、こう、おお、結構いけるね。結構いけるよ。さあ、右の方を探検していく。探検していくよ。この飛び魚が微妙に怖いな。何気に、ふわふわ近寄ってくるから。むむ。いけ。いけ。ゲームで食らうといて、ちょっと待った。怖え。このね、今、このゲージが出ると、水の中ではね、息が続かないので、水の中ではこのゲージが減っていきます。あ、これ、泳げないのね。泳げないけど、ここに足場を作って渡りたいけれど、いつの間にか一分と半分になって危ないけれど、ここに足場を作ることによって危ない、ちょっと飛び降りで死んだよ。この暗くてよく昼なのかどうなのかわからないけど、左の方も何があるかどうかちょっと見に行ってみましょうか。あ、雨と変わるだろう。いきなり水があるんだね。水の中を跳ねて進んでいく。これいきなり水辺が
あるんだね。水水には事欠かない。そして木がある、溝がある、マガモ。マガモと微妙にこのトビウオが気になるんだけど、あ、ここにもあるね。同じように気になるね、ここね。気になる洞窟がある。洞窟でね、こういうね、資源とかを採掘して石の剣とかも作りたいですね。石の剣も作りたい。おお、こっちもなんかある？こっちもなんかありそうなんだけど、水の中ゆえ松明が置けないので、はい、どんどん進んでいこうどんどん進んでいこうといった 0.1 秒後の話でした。やばい。あ、でもなんか嵐的なものは、雨的なものは止んでいくので、ちょっとね、急いでね、合流したいな。合流したい願望。はい、水の中を跳ねて。水の中を跳ねる選手権、世界ランキング4位。はい、ちょっとここでなんか今光ってる、ここのね、ここの金属も気になるんですけど、この金属いっぱい集めてクロスというかね、装備を充実させたいところだが、危ないこの足が若干遅いように感じるけど、これもいずれ速くなるのか。このね、キラッキラした金属とかも拾っていきたいよね。はいはい。まだね、こうマイクラと違って3D じゃないので、左の方にみんながいると分かればね、左の方に行けばいいから、そんなに地図を開かなくてもいいところが今のところはいいんだけど、あ、ちゃんとね、こう資材を集めるのも大事ですね。もうちょいね難易度が高いのかな難易度が高いのかな。もう少しね、こうね、集中してこう集めたいところなんだけど、トビウオが飛んでくる中、左の方に行くけど、これも意外と、カサスライムも意外と強い。お、パターン入った。パターン入っていくので。あれ？暗くなった？夜？夜なんですよ。ディブルーム。なんだ？ディブルーム。の、痛い。5回ぐらい魚に体当たりされたら死ぬ体力。こちらが虚弱じゃなくて敵が強すぎるんだ。こう考えるんだ。今曇りってことかな。夜じゃないよね、まだね。と、夜になるともっと怖いものが攻めてくるんだろうな。すごい崖がある。うん、なんだ、すごい気になる。すごい気になるけど、あえてその上で木を切るよ。でもちょっといい時間帯なんで、この下の壺を見て、あれ、下の壺を見たりしたら帰ってこれんのかな下の壺とか見たいけど、これ危ない目の前で キュアピースが、あ、宝箱があった。宝箱を取って今回このパートを終わりにしていきたい。宝箱果たして取れるのか。これ大丈夫松明があった。松明8個あった。そして松明を使ってここの宝箱を開けてみよう。あった、宝箱の中身を見れます。シルバーコイン投げるやつ。50射撃ダメージでシルバーコイン投げられるの？銭投げできるの？瓶が10個。はい、機関のポーション、ホームポイントに戻る。さっきの家まで戻れるのかな、これで。鉄だ鉄の鎧とか作れるかもしれない。手榴弾入ってんの手榴弾、世界観が分かんないけど、ワンドオブスパーキング、魔法ダメージ、なんだ、小さな火花を飛ばす、すごいもの入ってたかもしれない。ただの木の枝かと思ったら、ワンドオブスパーキングってのが入ってた。スパーキン、ところにね、可能な限り取っていきたい。可能な限り取っていきたいけど、死ぬ直前です。はい、死にましたいい感じでここで死んだところで、このパート終わりにしていこうかな。いわゆるデスル、あ、キュアピースが来てくれたけども、キュアピース、あの壺の中身とかだけちょっとダメっぽい。はい、じゃあこれぐらいでちょうど今死んでね、家に帰ってきたというところで、左の方にも右の方にも危険と楽しみがいっぱいというところで、今回の第1回は
この辺で終わっていきたいと思います。次回はね、もしとあのキラキラした鉱石とかいっぱい埋まってたので、ちょっとね今のね、今裸なんでね、服着てるけどいわゆる裸みたいなもんなので、その防具とかをね、なんとか一個ずつでも作れるように、なんか木のすね当てが来た、木の兜来た木の胸当ても来た。はい、そんな中ね、木を集めて防具を作っていてくれました。なので、こちらの方を装備しつつね、木のものを作りつつ、まだちょっと左右にね、より良い素材と宝を求めて、旅をしていきたいと思います。というわけで、ちょっと第1回なんですけども、ちょっと今ね、何回死んだんだって死にましたけども、この難しいモードの中、少しずつね世界広げていきたいと思いますので、皆さんはね、ここまで難易度が高いモードじゃなくてもいいので、ちょっとなんとなくね、夜怖いけど、家をライフをね、クラフトライフをね、進めてみてはいかがでしょうか。では今回はこれにて失礼していきたいと思います。ではエレテラ、次回もよろしくお願いします。ではまたね、跳ねて終わろう。またねー。エレテラ。